IQ テストとかで、はい、豚、猿、犬、鶏みたいな、ハズレはどれだみたいなのに混じってる、うん、なんだっけ、猿、犬、ロボット、猫みたいな、そのロボットみたい。あ、そうですか。口すぴに見えてる、ね、あ、そうじゃない、微妙にずれてる。じゃあ大丈夫です、もう一個あるんだ。おー、もう一個聞こう。そう、あと、うん、半年前に連絡を取った、はい、あの学校の先生がいて、高校の、うん、高校の担任の先生がいたんです、うん、はい、半年間一切連絡してないんですよ。それで半年前に連絡してるのがすごいけどね、高校の先生とそれで3日前に普通同級生と会って、うんうん、先生は関係ないんですよ、同級生と会って高校の時の、そう、うん、でご飯食べてたら、うん、食べてて、その先生どうしてるんだろうねっていう話がその相手の方から出たんですよ。おーおーおー、 ね、はい、ねって言った次の日に先生からお前元気してるかってメールが来て、そいつ繋がってるよ。繋がってないの私がその先生に会いに行こうって言ったら男の子なんですよ、だからなんか俺はいいみたいな、俺はいい、そう、うん、で家に入って先生今日さ、その話もしましたもん、連絡来たんだよとか言ったら、言ったらびっくりしてたから、ふぅとか言いながら、そう、っていうか連絡取る関係だったのとか言われたけど、ああそうか、そうなんだね、じゃあこっちスピーカーも、いや、スピーカーも、そうですか、びっくりですよね、うん、私先生に聞いちゃったんですよ、なんで今連絡くれたんですかって。うん、確かに、ちょうどあの同級生と喋ってたんですよ、あ、はいはい、そしたら先生は、そしたら、いやなんか半年気になってたみたいな、その会おう会おうってして会わなかったんですよ。なんでその先生、先生男性、男性、何ですか、なんか何もないですよ、先生は何かあるんじゃない、やっぱりないです、ないんですけど、本当にないのに先生卒業生と結婚したんですよ。あー、その私たちよりもっと前の、もっともっと、まあそうね、5年とか10年とかもっと前の、うん、るよ、で結婚して私ともう一人の女の子のことを同じ卒業生だからなんか怪しんでて、うん、うん、その奥さんがね、そう、わかるよ、だからさっきのあれじゃないけど職場で結婚して女の人が辞めると、うん、なんか職場の女の子に手出してんじゃないかって思うような感じ、はいはい、 そうね、うん、それはこれまでも出してるわけだからね、うん、うんうん、そう、でも何にもないんですよ本当に一切ね、うん、ただなんかその診断の相談とか、はい、そういうのをなんかすごい親身にやってくれる、その誰に対しても、誰に対しても、そうだからみんなに人気なの、例えばなんかタクって呼ばれる感じ、あ、わかります、わかるわかる、もうみんなに、あ、なんとか先生とかじゃなくて、あ、はいはいはい、そういう先生ね、そう、へえ、じゃあ次いきますか、はい、博士は、僕はね、いやさっき言ったんですけど、そう、一番目に翔子さんね、あ、から連絡があった、あ、そっか、次いきますか、はい、次は思っちゃったんだから仕方ないですね。このコーナーは日頃ふと思っちゃったことを送っていただいてます。なんかありました？あります。いやいや、ありがたい、いろいろ考えてくれて。違うの、あのね、本当にこれ失礼な話なんですけど、うん、友達がね、うん、なんか結構充実した日々を送ってますよね。充実してますか？本当に1週間にいろいろある。友達がね、うん、友達のとか仕事の人とか、うん、はい、たまたま、うん、私もうちょっと髪が茶色かったんですよ、はい、で、そしたらたまたまみんななんか昔の写真だったり仕事の人はプロフィールとかだったりで、はい、なんかちょっと今明るすぎないみたいに言われたんですよ。ああ、そう、愛さんのプロフィール写真を見て、そうそう、はい、なんか元に戻さないとちょっと違う人になっちゃってるからって、うん、仕事、うん、確かに、確かに、で、その人に言われたのと同じぐらいのタイミングである友達からなんか髪、出会った時髪黒くてその方が良かったって言われたんですよ。うん、なぜそれ。そう、はいはい、それで私がいろんな人にたまたま言われたから、はい、女の人にも、さっきまで髪型色違いましたっけ。そう、もうちょっと茶色かったんですよ。そしたらあの、でもうちょっと黒かったけどちょっと落ちちゃったんですけど、ああ、なるほど、一回ちょっともっと黒目になったんですよ、うんうんうん、それで黒くしてあったら仕事の人はあ、やっぱ写真の通りの方がいいよみたいな、うん、茶色にすんなら写真にし、もう写真も茶色にとか、で女の人とかも別に男女か関係なく仕事の人は、うん、なんかその方がいいよって言ったんですけど、うん、そのなんか会った時黒くて黒の方がいいよみたいな、うん、言った人が、うん、なんかあれなんか髪の毛今日違うみたいな、うん、なんか前の色のベンクライとか言って、あ、その黒にした方がいいって言っといたりするから、それも忘れてるし、なんかこの人適当だなって思っちゃった。あ、なるほどね、そう、いやでも分かんないでしょ。ん、なんで
あるじゃん、そのなんか、あ、これ似合うから着てみたらって、じゃあ分かったって着替えて着て見せたら、いや、前の方かなみたいな。あの、うん、つまりその、変えてみて初めて気づくみたいなのあるじゃん。まあ確かに。うん、そう。だけど、なんか、言ったよねとかはない、忘れてるし。あるって人なしはいますけど。そう。うん、でしょ？人なし。そうですか。やっぱそうなのかな。超適当と思って、もう適当の人に分類した。あ、適当、適当の方のハンコを押したほっぺたに。そう。あ面白い。他は？他は、うん、いっぱいある。もう一つある。多いよ、それ。いっぱいあるな。病院って楽しそうな日々が。これは別に楽しくないです。ツイッターで思っちゃった。病院って、うん、いつも大体呼ばなくても人が来てるじゃないですか。混んでるじゃないですか。患者の人とか多いから。うん、呼ばなくてもっていらないじゃない。いつも人が混んでるんじゃないですかっていいのに、呼ばなくてもって誰が呼ぶのそれ。病院で来てくださいみたいなこと。そう、例えば収集しなくてもっていう意味で、招集、ね、お客さんが。そう、自然と来ちゃう。招集って匂いを消すって意味だし。あ、そうじゃ、消臭ね。そうそう、人を消臭する、集まれ、うん、そうそう、わかります。じゃあ、そういうのがなくてもとにかく混んでるじゃないですか。確かにお客さん呼びたい、例えばアイドルとかは、うん、頑張ってお客さん呼ばなきゃいけないのに、病院はもう勝手に人が来てると。そう、OK、だからツンツンしてる態度の病院もあるじゃないですか。あ、偉そうにね。そう、客に困ってないからね。そう、うん、で、あるあるある。ね、で、なんかもう具合悪いのにみんなもっと具合悪くなっちゃうぐらい待つじゃないですか。待つね。そうで2時間待って検診3分みたいなね。そう、みたいな。だけどすっごいガラガラな日があって、目の前通った時に、その時に先生たちはみんな風邪ひけって思うのかなって思ってた。あ、いいね、その風邪ひけって、ひけとか、なんか教師もすぎてね、うん、どうなんだろう、思わない。そう、うん、なんですか、お金になる、そういう、その人数でお金をもらってないの。そうなんですか。給料制でしょ。経営者ですよ。そう。あ、経営者、うん、経営者はね、そのちっちゃい、例えばクリニックみたいな。あ、クリニック。難しいよな。なんかオーバーワーク気味ですよね、どの病気、病院も。なんかあと知恵っていう本があって、そこにお医者さんの話が出てくるんですよ。で、医者に対して、まあ、患者さんとかがもっと待ち時間を減らした方がいいです、いいし、もっと何、診断の時間を長くした方がいいんじゃないかと思うじゃん。医者はそれぐらい分かんないのかなとか思ったりするけど、医者は医者でそうしたいと思ってるけど、でもそれ以外にも、例えば学会の準備をしなくちゃいけないとか、あと病院の運営とか、あの、日々忙しいんですよ。で、家に帰ったらお父さんの役割をしなくちゃいけないし、そう考えるとそんなことかまってられないと、ね、だから日々追われてるんですよ。だけど病院なんだから、それ商売じゃないですか。なんかね、商売、あの、最近あのクローズアップ現代でやってたけど、うん、自殺するお医者さんも多いんですよ。あ、その追い込まれて、めちゃくちゃ働かされて、あ、ね、そうだから、それがあの、もしお客さんが混んでない日があったとしたら、お客さんじゃない、患者さんね、うん、そしたら、あ、今日休める、あ、ちょっとほっとしてんのかな、できる、そうそう、あ、やっとお医者さんらしく患者さんを診断できると思うかもね。いつもは時間がないから、本当はこの検査もした方がいいけど、でもこれはちょっと次だみたいな。うん、X 線の予約いつですか？ X 線の予約しないか。CT、MRI とかは、うん、じゃあ僕にまたあれしてください。また患者さんがなんか、そんなに待ってません。いや、ちょっと看護師さんお願いしますとか、そんなことやってるんでしょうね、日々。だから。そっか、そうは思ってないっていうことですね。思ってないんじゃないかな。そう思う病院ってやばい病院かな。お客さん。風邪ひけとか、それも普段から客来て、客ってクライアントいないし、うん、それはまずいな。それは何か改善した方がいいな、その病院は。うん、そういう風邪だったら、うん、そうそう、歯医者なんとかあるかもね。あります。そうですね、歯医者さんだとなんかコンビニ並みにいっぱいあるって言いますよね。コンビニ以上に数があるのかな。歯医者ってなんか間違うと本当怖いですよね。医者の方が怖いの。あ、そうか。次の。でもほら、はい、歯並びで並びで間違ったのか。高瀬、次。いや、次よ。僕も思ったことがいっぱいあって。はい、あるんですか。あるある。そう。どこから、思っちゃったんだから。そう、思っちゃったんだから、しょうがない。ここに見えましたけど、これ 何のことか全然わかんない。まあいいか。うん、SF 映画を見たんですよ。はい。ブレードランナーっていう。ああ、この間も話したってやつだ。うん、それで、近未来。近未来の人がラジオとか音楽聴いてたりするの見たことあります？うん、あの、なんか
火星に行く話とかあるじゃん。マット・デーモンとかが火星に行った話とか知ってます？そういう映画があるんですよ。オデッセイだったかなんか。どの近未来の、映画でも主人公が聴いてる未来の人が聴いてる曲って60年代とか80年代なんですよね。と思っちゃった。だそのうちらだったらその時の曲を聴くじゃん。まあ、昔は聴くかもしれないけど、なんでみんな60年代なんだいみたいな。それを思っちゃった。懐かしがっちゃうんですか、ね、いや、それしかない。いや、なんだろう、それしかない。近未来、未来の曲なんか流せないじゃん。あ、わかんないから。そう、で、未来の曲流したとしても、それっぽく聞こえないじゃないですか。うん、どんな楽器を使われてるかわかんないし。確かだから安易なんだ、60年代、80年代聴いてるって設定ね。あ、それなら嫌なんだよな。あ、やっぱりお前も昔の曲聴いてんだなって分かるんですよ、うん、映画とか見て、近未来の映画を見て主人公が見にして瞬間、うん、これ絶対昔の曲だぞと思ったら昔の曲なんです、うん、なんでお前はそんな昔の曲ばっか聴いてんだっていう、うん、それ1個ね、うん、2個目が、はい、電車でリュックサックを背負ってる女性がいたんですよ、うん、そのリュックサックがバカーって開いてたんですよ、うんうんうん、ちょっと開いてるんじゃなくてもう片側が折れてて、うん、でしかも中が見えててそこに何か入れたくなっちゃうんですよね。入れたらなんか家まで持ってくじゃん。それ思っちゃった。教えないで買ったんですか？教えます、そういうの。そうですよ、かわいそうじゃないですか。そのちょっとだったら教えないでと、バカだったら絶対教える。教える？絶対教える。かわいそうじゃないですか、そんな風にみんなに何か入れてやりたいなって思われてたら。そうかな、かわいそうかな。そう、かわいそう。怒ったらかわいそうだから。あと取られたり。私絶対教える、そのバカだったらね。あとはよくなんかこうあるじゃん、私これファッションですけど、なんか思うけど、意地悪な、なんか教えて、教えなきゃよかったって思ったり。そうそうそう。だけどその開き具合にもよります。ちょっとだったらほっとくし、あとその人物も見るし。人物は地味だけど、あ、地味でも派手でもない20いや34ぐらいの女性。じゃあ絶対ありがとうございますっていう人ですよ。そしたら教えなかった博士はどう。いやいやいや、そんなことないなんかスカートをね、それを教える。え、そう。でもなんか男性が教えるのもどうなんだろう。スカートを何やって。スカートをなんかトイレに行ったままこうやって挟んじゃって下着にいますよね。パンツは見えてないけどすっごい上がっちゃってたりとか、うん、そういうのってなんかやっぱ女性に教えられると、あ、確かに男性が教えるわけじゃない。そう、女性でもちょっと恥ずかしいじゃないですか。でも教わってよかったってここでって思うし、うん、確かにね。それはでも、いや、教えるって言ったのはそれは分かりやすい。あの、なんだろうな、絶対ミスじゃん、そんなファッションないし、うんうんうん、ああ、でもリュックはその人のポリシーでやってるかもとかがあるから、うん、そう、それにそんなに困らないし。まあね、でもなんか取られちゃったらとか思いません？お金とか。いや、今の日本取らない。そう、そんな人の心はどう動くか分からないってよくおっしゃってるじゃないですか。それよりもリスクを犯して教える方がめんどくさい。そう、わかりました。それは思ったかな、うん、なんかこの間ね、はい、エスカレーターに乗ってたら急に、うん、ここのホックを急に何もやずにパッて触ってきてフッてなってから外れてたんでって、女の人ですよ、うん、おばさん。それ言えようですよね。ちょっとびっくりした。すいませんみたいな。そう、えぇ、ー、ってなっちゃいました。なるなるなる、何もやずに。そう、それでフッて言った瞬間に外れてたんでって言ったけど、あ、どうもって言ったけど。怖いんですか。そう、しかもホックぐらいいいじゃんと思ったんですけど。首のホック、あの、ワンピースとかのこういうのちっちゃいの分かります？あ、すごいちっちゃいの。そう、あれわざと外してる時もちょっとある、だって面倒いじゃないですか。あ、そう、うん、まあそうかもね、うん、一回一回。しかも手届かないし、また外さないと。でもありがたいけど、あ、外したいんだ。ありがたいけど、その人が言ったらまた外しちゃうの。外せない。じゃあまた脱ぐ時に外さなきゃいけないなって思ったの。それはちょっと言ってほしいね。そう、急にはちょっとね、うん、怖い怖い、ね、僕は急にそのお姉さんのそのね、リュックを閉めたとしたら逮捕されてる可能性もあるよね。うん、開いてたんで、と言われても、まあ、それいいとして、あともう一つは、はい、なんかビル・ゲイツっているじゃん、お金持ちの。お金持ち、今年もなんか資産が日本で一番だったのかな。そういうニュースがあって、でその時思ったのが、俺ビル・ゲイツっていう漫画があったら面白いなと思って。なんかビル・ゲイツとかだったら、あ、僕の知り合いのすごくお金持ちの女性がいて、それすごくお金持ちなんですよ。その辺のお金持ちよりもずっと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 お金持ちなんですよ。
年少どのぐらいですか、ね、年少とかは言えないけど、じゃあ例えばその学的な、学的なことは言えないけど、その世界中のお金持ちが住んでる日本のマンションが1個あるんですよ。あ、そこに住んでる、そこに住んでるんです。うん、で名前言っちゃうとそのビルがバレちゃうから言えないけど、もう なんだろう芸能人とかじゃない、もう住んでる人が、もう資産家みたいな、なんとかの CEO だから、なんだろう、世界的な企業の CEO とか住んでるようなところに住んでるんですけど、まあ、その人と僕は一応友人ってことになっていて、でその人はでも僕に言ってくるのが、私と食事に行くと絶対おごらされるって言うんですよ。あ、ね、うん、その人がそれは悲しい、ね、で僕もそれを一緒に食べてる瞬間、いや僕もそのつもりなんだけどなと思いながら聞いてたんですよね、その人は。でその時割り勘しました。でもその人が行くみたいな高いんですよ。その時割り勘にしたんですか。した。さすがにしないわけにいかないから。それは相談でも何でもなく普通にも微妙かな。そう、微妙なんですよね。高いってどのぐらいの店ですか。普通にお昼ですか。ああ、夕食かな。夜だといきなり高くなりますね。満タン行きますよね、あの、うん、何万とかね。その時満タン行ったんですか。行く行く、普通にその人行くと行くんです。でもまあ、普段で、割り勘にしたの、まあ、結婚してました。最近の話で、最近って言っても1、2年の話。本当、はい、まあ、それともかくそれともかく、そのビル・ゲイツはどうだろうと思ったんですよ。ビル・ゲイツと食事行ったら絶対怒らされない、うん、そうね。それで割り勘とか言ったら、お前なんだよ、お前なんて言うな、いくらもらってんだこれ、資産が10、いくらだろうな、マイクロソフトの資産10兆円ですよ、うん、もう晩飯をおごれやですよね、うん、という俺ビル・ゲイツっていう漫画を、うん、あったらいい、ちょっとなんか三等身ぐらいのビル・ゲイツができておごらされたりとか、ちょっと理不尽なことがいっぱいあるんですよっていうのを思っちゃったんですよね。うん、でもその女性、その大金持ちの女性はなんか、男性の、うん、まあ、経営者とかが相談したいって自分の来ると、うん、で、まあ、分からなかったら相談乗ってあげるわよって乗ってあげたのに私が払ってるっていう、うん、みたいなことしょっちゅうあると思うんですよ、ね、うん、なんかでもお金持ちってなんかそんなことしないからお金持ちもいますよね。怒らないすごい、そう、あの人に、あと相手を見たり、ある人には絶対しないとか、うん、ある人には絶対怒らないとか、うん、お金がある人、お金が自分よりはないけどでもちゃんとある人は怒んない、うん、あってもとかもいますよね。ごめんなさい、分かんない、文章の意味は、うん、お金誰が、誰がビル・ゲイツですよ。ビル・ゲイツが何、ビル・ゲイツが例えばね、うん、例えばビル・ゲイツが全員におごってないからあんな金があるって、そう、まあそんなおごってるぐらいでもうお金なくならないけど、だけどその気持ち的なケチっていうの、うん、を持ってるって思うお金持ちって、いやいや、わかんない、わかんない。あ、でもそれはあります、あの、うん、なんかあのウォール街かなんかを取り上げてた番組があって、何の番組か忘れちゃった、あの特集があって、そこでやっぱりその今僕が言ったようなニューヨークに超超スーパー大金持ちが住んでるマンションがあるんですよ。でそこにはあのなんか車を回すホテルマンみたいな人が一人いるんですよね。その人が誰一人からチップをもらったことがないって言ってます。うんうんうん、彼は俺には使う金ないんだみたいなこと言ってました。うん、そういうことでしょ。うん、そう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 。でもなんかなんだろうな、例えばビル・ゲイツとかが、うん、牛丼食べたいと思ってもちょっと入れないみたいなのあるじゃん。うんうんうん、あるいはなんかマスクしてこうサングラスして牛丼食べるとか、コンビニで買いたいとかさ、うんうんうん、肉まん食べたいとか、うん、っていうのをこう漫画にしてる、うん、俺ビル・ゲイツどうこれ、4コマがいいんじゃないですか。4コマ、いや長いか、最近なんか20コマぐらいのそう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 、ちょっと悲しい、なんかシンプルな絵でね、面白いかもでしょ。よし次行こう。あとはそのぐらいかな、思っちゃった。はい、うん、そろそろ終わりに近づいてるんだけど、はい、私の無駄な時間はないですね。はい、もうそろそろこのコーナーも終わりかも。はい、もう全然ないからね。うん、そうすると新しいコーナーなんですか。そうね、考えとこう、うん、俺ビル・ゲイツまだ難しいからそういうお題系はね。じゃあメッセージいきましょうか。はい、メッセージに変えてもらいます。はい、これはあの皆さんが普通に送ってくださったメッセージを読みます。はい、はい、ミコリーさん、はい、はい、お願いします。ミコリーさん、今日の楽
しかったです。今日も楽しかったです。ありがとうございます。博士とりなちゃん掛け合い漫才のようでとても面白い。楽しみに、次も楽しみにしていますね。婚活を楽しむ。恋ユニで婚活をしてとても幸せな結婚をした人たちは皆婚活を楽しんでいました、うん、もちろん気に入った人に振られた相手が今行き、だから今行きっていうのは、結婚するとかいろんなこと言いながら全然実行せない、しない、思ったことを言ってるだけの今を楽しんでる人たち。あ、はい、相手が今行きだった、詐欺師だった、恋人商法だった、だった、だった、写真と全然違った、年齢詐称のじいさまだった、などなど、辛い時や、あ、おじいさんってことね、うん、辛い時や悲しい時、憤慨する時も日記に書いて、叱咤激励を受けたり、癒してもらったり、爆笑したり、婚活は苦行という人もいるけど、苦行ね、苦行という人もいるけど、うん、私も含めて幸せな結婚をした仲間たちは皆、婚活を楽しむ余裕がありました。うん、婚活を楽しむ。難しい人もいるとは思いますが、うん、人との出会いを楽しみにする。心の持ち方を変えるだけでも、随分気持ちは変わるように思います。一人に執着せず、ご縁がなかったのだ。と諦めて次、この割り切りもとても大事だと思います。うん、ありがたい、そうね、うん、まあ、婚活続けるってことですよね、うん、じゃあ最後にいきますよ。はい、メッセージの後は各コーナーをおさらいして終わります。あれ、これ僕読んじゃいけないですよ。皆さんのメッセージをお待ちしています。質問コーナー、思っちゃったんだから仕方がない、プチスピ、俺ビルゲイツ普通のメッセージなどをくださると嬉しいです。本当いつも皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ではまた、さようなら。わかるでしょ、そろそろ。ちょっと待って。もう。